Cotto sereno fino a niente. Amen. Si Jesus Cristo non vengo mi camino hai, sereno ma giovare in capina sa, dotto omi. Mata, ci sai tutto moni. Mina sa mata stasi no, sumio omoi, canziano sai dio, iwa omai mi, kokoro agatano nasio. Zendo no kamito. Kyoudai no minasan ni kokuhaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabitabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyoudai no minasan, tsumi fukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zendo no kami ga watashi tachi o aware ni, tsumi o yurusi, eien no inotsu ni michibite kudasai masio. Amen. 주여 아뢰니 타마에 주여 아뢰니 타마에 그리스도 아뢰니 타마에 그리스도 아뢰니 타마에 주여 아뢰니 타마에 주여 아뢰니 타마에 기도하리마시오. 시시리아루 카미오 히토리고 예수와 아나파이노 아이토 주중고 스라노키 스베데노 히토노 스쿠이노 타메니 수순데 柔軟の道を歩まれました。私たちもあなたに対する信頼を持ってそれることなく主の道を歩むことができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。エレミアの預言。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。神の言葉。神に感謝。Oh,
人へのお手紙。キリストは地球において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から祝辞からのある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは恩公であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完成なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となりました。神の言葉。神に感謝。地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き
よせよ。イエスはご自分が呪いなしよと言うかを示そうとして、こう言われたのである。一つのキリストに賛美。キリストに賛美。今日は四旬節礼の主日で、来週は聖週間に入ります。今日の二つのテーマになっているのはこのイエス様の言葉です。一つ目の麦は地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ。短くすれば死から命へというテーマになります。この第一朗読でイレミア預言者、先週皆さんにその説明してくれた動画があって、今回もこのイレミア預言者から最初のところで、見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この二つの分裂になったユダヤとイスラエル、北の王と王国と、また南の王国を分かれてしまった。このイエス様が、エレミア預言者は、その天罰を受けてイスラエルとユダヤは、今度はバビロニアからそのイスラエル人たちは戻って、なぜかというと、この破れた契約はシナイ山で、モーセの誓いとかいろいろ、このイスラエルは別の神様を崇めるということは神様が戻った。それだけではなくて、文句ばかりこのイスラエル人は、その契約は破れたから、今度は新しい契約を作って、この言葉も出ました。来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。この言葉はエレミア預言者は旧約聖書の頂点になりました。そして最後に、この私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。この預言者されたことは、成就されたのはイエス様のことになりました。私たちにとってイエス様がこの預言されたことは、本当にイエス様がこの悪を許し、罪人を私たちは癒す力をいただいて許されるという救い主として、これはイエス様というメシアとして実現されました。そして第2の6でエブライ人の次の手紙で、こういう形でゲセマニのところで、このエブライ人の手紙、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。イエス様が人間でありながら、この形で必死に神様に頼んで、父なる神様にできるだけこの杯を避けるように、でも自分の意思ではなくて、この父なる神様の意思に従うことです。人間として辛いことになります。この祈りの中でイエス様のその汗だけではなくて血も出てきました。この聖書館の時で、ヨネ福音書も私たち目想になります。続いてこの第二の部分も
イエス様がキリストは奥であるにもかかわらず奥の苦しみによって十字を学ばれました。そして完成なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となりました。この素晴らしい言葉で、イエス様が神様であるながら、その従順、苦しい、悲しいことを学んで、ただ神様の、父なる神様の意思に従うことは、このイエス様のやり方です。同じように私たちもクリスト者として、父なる神様の計画に従うのはなかなか難しい。従うという識別ですね、二つの道を選ぶこと、またこの死から命へと受けるために、私たちは古い人間を捨てて新しい人間を、若手としてもいつも自分勝手にやることです。だからそれは罪になります。このイエス様として私たちは古い人間を捨てて新しい人間になることは、まさにイエス様の恵み、慈しみ深い父なる神様のような、このイエス様も私たちの準備されたことは永遠の救いの源という、この十字架の中で私たちの救われるという意味も、その十字架の一つの意味もあります。そして今日の福音書は、最初のところはこのギリシア人たちですね。イエス様を会いたい。でも直接ではなくて、この弟子、そのフィリポを通して、このフィリポの元に行って、なぜかというと、フィリポという言葉はギリシアの言葉です。だからギリシア人との関わっている同じ言葉、簡単に伝えることです。それフィリポだけではなくて、フィリポももう一人の弟子はアンデレですね。このお願いがイエスにお目にかかりたいのです。この目にかかりたい、見たいという意味は、ただ出会うことだけではなくて、イエス様を信じる信仰になるという意味になります。その後は、このフィリポはアンデレもギリシア語でそういう形で、アンデレという意味は勇敢で強いという意味です。でもフィリポギリシア語、同じギリシア語で意味はその馬の好きな人という意味です。だからいろいろ意味が面白いけれども、この二人の名前、フィリポとアンデレはギリシア語です。だからギリシア人たちはイエス様に会いたい、でもこの弟子としてイエス様が後で何を答えるのは次のように、このアンデレとフィリポをイエスに話したんですね。でも直接大歓迎ではなくて、イエス様の答えはちょっと難しい言葉ですね。人の子が自分のことですね、栄光を受ける時が来た。この受ける時という意味で、よくそのヨネ福音書の最初のところは、まだその時が来ないからイエス様が捕まっても逃げられた。でも今回はこの時という意味は、イエス様の死を近くになる。だからこの死を向かって受難を受けて、十字架上まで殺され、これは時が来るという意味です。イエス様の死と受難です。そして、先のイエス様の例える言葉は、一粒の麦は地に落ちて死ななければ、
一粒のままである。簡単な、その、種ですね、一つの種を見ると、そのまま、意味がない。でも、なくなったら、良い土地に入れたら、それ出てくる後で、その映像を見ると、感激的な動画、後で皆さん、目想会になります。私たちにとって、このイエス様の一つの、最後の言葉ですね。死ねば多くの実を結ぶ。私たちイエス様を救い主として、個人的な救い主、ただ教会だけではなくて、自分の個人的なものになることは求められています。だから、毎日の生活、私たちはこういうイエス様のように死ぬということは、私たちは毎日歩んでいきます。例えば、私たち年とともに、いろいろ死ぬことがあります、ね。例えば、私、日本に派遣されて、死ぬことは私のふるさとのことを捨てて、私の多分たくさんの信者さんに会う可能性が、たくさんの体験、教会はいろんな仕事、いろんな人いるから、日本に来て、それは死ぬということは一つの私自分で考えています。もちろんこれは私の意思で、また総長様、日本に派遣されて、いてください。私は従順によってここに来ました。13年、いろいろ体験、豊かけれども、その自分のふるさと、自分の好きなところ、いろいろ今のコロナで、インドネシアに休暇に行くことはできない。それも一つの死ぬという考え方。皆さんも一人一人、多分結婚したら自分の好きな時間、好きなことを捨てて相手のために合わせること。またその奥様として毎日の生活をいろいろ料理作らないといけない。ご主人のために、子供のために面倒見ないといけない。そういう死ぬという意味は広がって意味です。また、年とともに子供たちに成長して、一人一人自立して、一人ぼっちになることも、それは一つの死ぬのことです。だから、死ぬということは、イエス様も自分の命にかかって、私たちも一人一人、クリスト者になることも、この教会にミサを誓うことも、今日は雨だから少ないですね。普段はちょっと多いではないでしょうか。だからそれも自分の体、自分の健康を考えずに、この雨の中で教会に来ることは一つの死ぬのやり方ではないでしょうか。好きなことを捨てて、新しいこと、神様のいただいた道を、それは私たちは自発的に選んで、それは私たちは一つの死ぬの意味だと思います。死生の中で、様、先の麦の一部一つなくなって、これ私たちにとって、最終的に人間は死なないといけない。死ねば、これは私たちは全ての出来事、全ての人間関係を神様に任せる。だから死ぬという人は手を開いている。子供、赤ちゃん生まれた時は手を握るんですね。これは世界中を握るためにその意味もあります。でも亡くなって姿はその手を開いて、全ては神様に任せる。この世に私たちが生まれた時は何も持ってこない。帰る時も何も持っていかないという意味で、これイエス様も同じように実を結ぶ、たくさんの実を結ぶ、その一つの その麦、種麦ですね。次のことは黙想として私今日のいろいろ引用されたところで、
サホヤボホドチモクシナガラこのミニモクソカエ今日は最後になります。これ私たちはイエス様に従うことは簡単なものではない。毎日の生活、人間関係、またイエス様に従うことは全て愛、全ては許す。それは一人一人自分の立場でできるできないこともある。全ては神様の恵み。できないところはこのミサの中で全て捧げる。自分のきつい足りないところ、罪深い、全ては神様に任せるという私たちの立場で、この四旬節、来週は聖週間に入って、聖木曜日、金曜日、土曜日、また日曜日の復活、4日間ですね、続いて、皆さんも無理やりしないで、夜だからですね、木、金、土、それ、7時から、だから一番大切なのは、この日曜日の9時半のミサで、その時、洗礼式もあって、私たちはこの1年一番大切な日は、この聖週間、だからこそ、今日も最後の黙祖会になって、次の映像、動画、見ながら、今日のいろんな聖書の言葉大事なのに、この次のように振り返って、thank you.
は地に持ちですれば多くの実を結ぶ。Sto sentendo i valori. Tengo sì, no. Fortosu, tenno no chichi de aru, kami o shinjimasu. Chichi no hitori go, watashi tachi no shu, Iesu Kiristo o shinjimasu. Shu wa seirei niyo tte yadori, otome Maria kara umare, Pontio Pilato no moto de, kurushimi o uke, jūjika ni tsukerare te, shi ni homurare, yomi ni kudari, 3日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父である神の右の座につき、聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ、聖なる不変の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。清涼期が慈しみ深い神に感謝の心を持って祈りますよ。神よ、あなたに従う人に救いの喜びを。進んで受難の道を歩まれた主に習い、私たちも自分の命を神に捧げ、人々の救いのために使えることができますように。神よ、あなたに従う人に救いの喜びを。社会の中で自分の役割に誠実に取り組む人々を祝福してください。日々の出来事や出会いを通してあなたの導きを知ることができますように。神よ、あなたに従う人に救いの喜びを。飢餓が多くの人を苦しめている現実を顧みてください。あなたの正義と愛にかなう多くの人の支援活動に新たな力が注がれますように。神よ、あなたに従う人に救いの喜びを。コロナ禍の中、向こうの総教会では殿司神父様の多大なご尽力をはじめ、戦勝や成果を奉仕してくださる方々のおかげで素晴らしい差に預かることができ感謝しています。一方で病気やさまざまな事情でミサに預かれない信者さんも多くいらっしゃいます。そのような方々にも深く思いを寄せ、神様の恵みを祈りながら共同体としてこの四旬節を共に歩んでいくことができますように。神よ、あなたに従う人に救いの喜びを。命の源である父よ、あなたの栄光は人の生きる姿のうちに表され、あなたの全能は死者の復活のうちに示されます。洗礼によって誠の命を受ける人々を罪の絆と悪の力から解放してください。御子クリストに従う者となり、復活の力を知ってあなたの栄光の証となることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える苦労しはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。
皆さんこの捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また全教会と私たち自身のために、司祭の手を通してお捧げする生贄をお受けください。命の与え主である神よ、一粒の麦が引かれて粉になり、縛り合わされて焼かれたこのパンを今心を込めて見舞いに備えます。キリストの愛と命を表すこのパンが私たちに新しい力を与える糧となりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に、心込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父よ、王子キリストによってあなたを称え感謝の祈りを捧げます。あなたは悪い習慣を節制によって改めさせ、精神を高めて霊の力と賜物をお与えになります。神の栄光を仰ぐすべての天使聖人とともに、私たちも慎んで讃えて歌います。
かつの希望を持って眠りについた。私たちの消えようがいと全ての思想を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、主よ聖徒と、すべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。御子、イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストとともに、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神、父であるあなたに、すべての生まれと栄光は優々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますように。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に王せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の庭がいつも皆さんと共に。また、司祭と共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の庭。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。
ものの力である神よ、キリストと一つに結ばれた私たちを光で満たしてください。苦しみや困難の中にあっても、希望と信頼を失わず、あなたの光を輝かせるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん、一人一人雨の中でこのミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、また司祭と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭を終わります。行きますよ、主の御前のうちに。神に感謝。4月の4日の日曜日10時45分からありますので、
ご参加ください。以上です。ありがとうございました。